株式会社 J-Wave は東京都を放送対象地域として周波数変調で超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。首都圏で TBS ラジオと並び主位の聴取率を有する。1988年から1989年にかけて J-POP という新たな音楽ジャンルと名称を定義、新造し、それを定着させた。 日本民間放送連盟の地上放送制会員の中で社名に放送、テレビ、ラジオ、FM のいずれも含まない唯一の放送局でもある。株式会社 FM ジャパンとして1987年末に設立され、翌年の1988年10月1日より放送を開始した。東京都を放送対象地域とする民放 FM 局では、 FM 東京に次いで2番目に開局している。設立には、六本木に本店を置いていたレコード店、ウェーブの母体である、セゾングループと東急グループが出資者として深く関わった。開局申請には495社が応募したが、優政賞は調整と称して1社に絞り込んだ。設立時から2006年6月まで、代表取締役会長、社長には、 長らく郵政省からの官僚もしくは、経団連出身者が務めていたが、2008年6月に、社長に就任した日本放送出身の小笠原、徹以降、ラジオ業界経験者が務めることになった。ただ、役員の多くは、出資法人の管理職クラス社員が派遣されている。1993年5月に設立された、ジャパン FM リーグにおいて、 事実上漢字局の位置づけとなっている。2003年にはそれまでの西麻布から六本木ヒルズモリタワー33階に移転し、定期放送されている日本一地表より高い場所にあるラジオ局となる。2006年5月29日から2011年3月まで日本国内で初めて音楽番組専門のインターネット無料配信サービス、ブランニュー J。 ジャストライクラジオを運用していた。2006年8月には主に首都圏を対象としたインターネットサービスプロバイダ事業 JWave ネットを開始。インターネットと放送の融合が言われながらも父として進まない現状の中、放送局自らがプロバイダ事業に乗り出す国内初の例である。コールサインはジョブ f m 放送対象地域の一部である東京都島部には 中継局がない。2012年4月23日より、東京スカイツリーから送信を開始したことにより、高層建築物の影になる、東京と港区南西部に南朝地域が発生した。それに伴い、港区南西部及びその周辺部と放送区域として、JWAVE 港 FM の免許を2015年10月21日付で受けた。試験電波の送信を経て、 11月1日5時に開局した。ケヤキ坂スタジオ西麻布三井ビルディング開局から32年、守られたステートメントは、チューンイントゥーザフューチャー未来を作る音楽放送局で、J-Wave リスナーと共に、東京で生活する人の新しいビジョンを作りたいとの意味が込められている。また、リスナーとのコミュニケーションキーワードとして、グッドデザインを提唱しており、それらに合わせた、 番組作りがなされている。ステーションコンセプトは一部ジングルでも歌われている、サウンドスケープイマジネーション 81.3JWAVE。2020年1月、ステーション語と共にステートメントを一新。新ステートメントは、For the Unique and Universal で、声と音楽と行動で、多様な、東京の風景を作るを JWAVE のミッションとしている。企業、団体の名称、 個人の肩書きは、当時のもの。出典、1992年3月31日2003年3月31日、The Best Music on the Planet をスローガンに、音楽番組を中心に構成されている。音楽ジャンル別 FM 曲が存在するアメリカに習い、バブル景気中に、各地で設立された、おしゃれな音楽だけを流し続ける FM 曲の一つ。また、かつて、 国際都市時を発をキーワードにしていたこともあって、東京都心の情報や海外の話題を紹介する。他の関東所在各局と異なり、ヘビーローテーション番組が存在しない。J-Wave では、司会者は音楽をナビゲートするためにいるという考えから他局で言う DJ をナビゲーターと呼ぶ。当初はネイティブに近い程度の英語力が必須で、 人並みでない人物像やキャリアが求められ、心地よい放送を目指すことから、遠くないようにも厳しい制約があった。クリス・ペプラー、ジョン・カビラ、ジェームス・アマネ・ネガイ、ルーシー・ケント、キャラ・ジョーンズなどの英語話者であるタレントを送り出した。そのため、現在でも、大半のナビゲーターは日本語と英語のバイリンガル、DJ である。また、 番組や CM の合間に流れるジングルも1万種類以上あると言われている。多くの場合同一のメロディーを基本としている。開局以来、交通情報の BGM は、チックコリア、天気予報の BGM は、デイビッド・ベノアが、作曲、演奏したものが使われてきたが、2004年4月より、小曽根誠が作曲、同トリオが演奏した楽曲を使用している。FM 曲には、 珍しい時事解説番組やビジネス関連の番組を放送。日本国内の民放ラジオでは唯一総価学会と、政教新聞のコマーシャルを流していないつぼねである。また消費者金融や不動産投資、パチンコ店、公営競技など、リスナーに不利益を与える、可能性のある業態のコマーシャルは流していない。かつて、ラジオショッピングとして、ショッパー、S ダイヤル、 グッティーグッティーマイナスがあったが、その後東京プルミエールになり、2010年9月末で終了した。放送時間は月曜日から日曜日まで24時間放送を行う。原則的には5時が1日の区切りとなっている。原則として土日の夕方から夜にかけては、単独スポンサーの54分番組が、それ以外の時間にはワイド番組が放送されている。 日曜日の深夜1時から翌朝5時までは放送休止としているが、実際には試験放送や、後日の放送番組審議会の内容紹介などといった番組が入ることもある。またこの時間帯、衛星放送では、ロッキン、ソウルイエローという独自番組が放送されており、J-Wave を中継するコミュニティ放送局の中には、この番組も中継しているところがある。 日曜日の放送終了直前にかかる音楽、アクロス・ザ・ビューは、開局前の試験放送時から人気の楽曲で、当時は問い合わせが殺到したという。開局当初より番組の流れを断ち切らないという考え方のもと、放送中に時報をほとんど流していない。以前は、シンギン・クロックというジングル風の時報を随所で使用していた。 これは女性によるゆったりとした歌物で歌詞中に含まれる一つをクロックのの部分が障子になるよう調整されて送り出されていた。現在は蒸気の芯銀クロックを毎日5時と6時に使用しているほか、平日の10時、15時、18時にバイオリンとシンセサイザーによる音楽の後、AT ザトーン、10AM、AT ザトーン、3PM、AT ザトーン、 6pm とアナウンス、そして、ガラス棒を叩くような、コーンという音で生子が告知される。2019年4月現在、10時15時と金曜の18時時報後には、ヘッドラインニュースが入る。2010年4月からは、平日の10時15時18時のタイミングはそのままに、メロディアアナウンスが変わっている。また、生子告知のガラス棒を叩くような音のところまで、メロディーが被っている。 さらに2011年6月、シチズンホールディングスがスポンサーにつき、曲も溝口はじめのシチズンサウンドに改められた。2021年6月からは、県営製薬が平日10時15時の霧島酒造が平日18時のスポンサーにつき、前社では長瀬恋によるテピカジェルの CM、後舎では ジョン・カビラによる黒霧島の CM が流れた後に、時報告知サウンドが流れるようになっている。通例、ラジオ放送では、時報前にステーションブレイク、または時報 CM を入れ、時報後に番組に戻るパターンが多いが、J-Wave の場合、特にワイド番組同士の間は CM を挟まず、前の番組のエンディングからそのまま次の番組に入るケースが多い。さらには、 開局当初から長らく、ナビゲーター同士が喋りながら番組を引き継いでいくスタイルだったため、タイムテーブル上の時間ちょうどに番組が始まることはほとんどなく、時として番組開始のアナウンスが大きくずれ込むこともあった。例として、以前平日7時から9時に放送していた、トキオトゥデーのジョン・カビラと、9時放送開始予定のアンテメリジエンのデーブ・フロムが8時57分頃から、 話し始め、8分近くも喋り続けたため、アンテメリジェンの番組開始アナウンスが9時5分頃になされたことがある。2021年4月現在では、こうした番組間の引き継ぎは、平日の13時前後から、グッドネイバーズと金曜日の11時半前後から、オールグッドフライデーに残るのみとなっており、それ以外の番組は開始時刻ちょうどにスタートするようになっている。体は、 サブタイトル、内は、キャンペーンソングそれぞれのキャンペーンの際には、通常番組内に連動コーナーが作られるほか、終了間際の祝日などに特別番組が放送される。その他の番組なお、月曜日9金曜に祝日がある場合、9時17時55分までの特別番組、JWAVE HOLIDAY SPECIAL が放送される。また、日によっては、その直後の時間帯や、 クリスマスや年末などの時期にも数時間単位で通常とは異なる編成で特別番組がいくつか組まれる。これらの番組は多く単独スポンサーである。試験放送中のデータについては AG ステーション JWave を参照。旧路線番組新路線番組時期不明など番組の情報などを載せた小冊子タイムテーブルを毎月末に発行している。 発行場所は主要 CD ショップである。タイムテーブルの入手が困難な場合、J-Wave よりタイムテーブルを郵送してもらうことも可能。2010年7月20日から1、時期 iphone 用アプリとして無料配信を行ったことがあり、ナビゲーターの音声も聞くことができるようになっていた。番組の改編は主に4月と10月に行われる。番組の終了などの告知は原則として、 終了の2週間前頃から行われる。2021年1月現在、専属アナウンサーはいないため、ニュース等のアナウンスは、フリーアナウンサーが担当するが、一時期専属のアナウンサーがいたことがある。環境問題への意識を高めるなどの目的から、毎月1日の放送と祝日に行われる、ホリデースペシャルの放送をすべて自然エネルギーによる電力で賄っている。 以下の3種類のいずれかで放送し、使用中の電力源を示すロゴマークが、公式サイトトップページや番組サイトに表示される。なお、2007年2月16日は、京都議定書が発行してからちょうど2年の日に当たったため、この日もグリーンキャスティングデーとして放送を行った。実際には、自社で直接発電しているわけではなく、日本自然エネルギー株式会社のグリーン。 電力証書の仕組みを利用して間接的に利用するという形をとっている。なお、このグリーンキャスティングデーには殿下がスポンサーとして協賛している。かつて1989年7月29日から8月4日と1990年4月期に行われた調取率調査で首都圏全局1位を獲得したこともあった。それ以降は、 AM 主要局に抜かれたが、JFN のキー局である東京 FM と熾烈な FM 局主位争いを展開。1990年代中頃は、トーク主体の TFM に苦戦を強いられていたが、近年は巻き返しを図り優位に立つ。この在京 FM2 局の長取率合戦に、これまでは、県下居住者の長取状況のみを集計していた、埼玉のナッファイブが、 2004年4月期に埼玉県内都内を含めた首都圏で初めて首位を獲得するなど1と3県下で密度もえの激しい FM 局首位争いが繰り広げられている。さらに2008年6月期では AM の文化放送を抜き首都圏全局4位となるなどの躍進を見せ2010年10月12月期に TBS ラジオに次ぐ2期連続単独2位となって 以降、首都圏、全局2位になることが多くなっている。2018年2月期調査と2019年12月期調査では、TBS ラジオと同率ながら、全局1位となった。その後、2020年9月の調子率調査では、TBS 日本放送と同率主位となり、在京局の密度どえ状態となっている。JWAVE の提供スポンサーの紹介の読み上げ方は、 そのほとんどが、デ i s p r o g r a m is brought to you by 提供者名や、ブロート to you by 提供者名と、バイリンガル DJ が多い、J-Wave をアピールする英語での提供読み上げとなっている。ただし、社名部分に関しては、英語読みになる場合と、日本語読みになる場合と、両方ある。また、他局と同じ全文日本語読みの提供クレジットも、少ないながらもある。なお、 東京 FM やベイフムなどの他局でも一部番組において This program is brought to you by を用いているケースがある。ラジコを除く最ル放送サービスの実施状況について述べる。J-Wave は全国のコミュニティ放送局へ向けて再送信サービスデジタル J-Wave を実施している。放送線の経由でなく J-Wave と再送信希望局との間で契約を 締結した後、既存の全国放送チャンネルを各局が受信し、受信音声を中継する形をとっており、2004年9月30日までは、デジタル J-Wave500 号同チャンネル閉局以降は、サウンドプラネットの J-Wave チャンネルを利用している。J-Wave の地上波放送区域である関東地方は、サービスの対象外となっている。また、 隣接局がデジタル JWave を導入し、かつ放送区域が重複している場合には契約できない場合もある。同様のサービスを実施している事業者に MusicBird の m u s i c b i r d ーコミュニティがあり、放送局によっては両方の再送信を編成している。JWave のワイド番組には JWave ヘッドラインニュースが組み込まれているが、導入局でヘッドラインニュースが組み込まれている。 時間帯を含めてサイマル放送する場合、ニュースソースである共同通信社と別途契約する必要がある。導入局についてはデジタル JWave Square、エアーカバー CFN リスト及びコミュニティ放送局一覧の JWave を再送信しているつぼねを参照。ありがとうございます。